い、どうも、ロヘです。そして、本日もカメラマンは、あ、引き続き、八王子レクスタリティの江頭です。お願いします。お願いします。本日もモンタナスポーツさんで撮影の方させていただいてるんですけれども、何やら軟式用の限定グローブが入ったって、かなりカラフルなグローブが入ったっていうので、ちょっと見ていこうかなと思います。まあ僕もカラフルなグローブ結構持ってはいるので、いいなと思うところがあったら、そういうところも全部レビューしていけたらなと思います。早速なんですけども、ここにあるんですよ。はい、こちらです。派手めっちゃ派手、えぐい。赤が貴重の、そうですね、ジームスの赤貴重グローブですね。赤貴重グラブでも、ツートンカラーはツートンカラーですね。そうですね、まあ、本体自体はツートンで、はい、まあ、2色でまとまっていて、であとは紐の色が外野用だけちょっと黒かなっていうぐらいで、いや、かなり派手ですね。こんなグランドでいたら、いや、目立ちますよ、うん、これはあれですかね、三方針ですか、もしかして。そうです、三方針グローブですね。なんか懐かしいな。お、以前使ってた経験あるんですか。僕あのいとこに一回借りてたことが、あ、そうなんですね、あったんですよ、三方針。じゃあ元三方針ユーザーどう。まあまあまあ、そうですね。一応、はい、なるほど。ちょっと見ていこうかなと。こちらまず内野仕様になります。あー、なるほどなるほど、かなりしっかりとしたポケット。いや、そうなんですよ。僕あの、もともとそれ使ってた時、それ、はい、多分良平さんは分かると思うんですけど、はい、あの、当て取り系のグラブでは全くないです、うん、がっつり掴む系で、はい、ポケット深めで、なんか若干丸みを帯びたようなグローブだなっていう、ここの、まあ、背面の丸みを帯びたグローブだなっていうのは感じますね。ジームスさんの特徴なんですけど、メーカーで湯もみをしてくれるんですよ。はいはい。なので、そのメーカーに合った型をつけた状態で販売してくれるという。例えば、まあ、別メーカーで言うと、スラッカーさんはスラッカーのお店で湯もみしたりっていうのがベストっていろいろ言うじゃないですか。そういうのをちゃんとお店でグローブに合ったのをやってくれるので、その最初から使いやすいグローブに合った型を提供してくれるのがジームスさんだなっていう。これはステアグローブ、まあ、ステアレーザー、はい、ステアレーザーで、ステアレーザーでメイドインジャパンのグローブとなります。なんかもうシンプルにちょっと特徴が結構多いなと思ったんですけど、うん、何をごめんなさい、一番ごめんなさい、多分注目すべきとこではないんですけど、小指、はい、あ、本当だ。気づかなかった。かっこよくないですかこれ。なんか金ラベル、金なのかな、これ。ブロンド系の色ですね。そうですね、最近なんかプロ野球選手でも中指に入れる人が多くなってますけど、まあ、すね、はいはいはい。で、まあ最初から外側に刺繍が入ってるっていうのはなかなか見ないので、いや、すごいな。三方針の意味とかは何かご存知ですか。僕が見たことあるレベルなんですけど、親指、人差し指で1位、はい、ここ中指、薬指で2位、はい、小指で3で掴みに行くようなイメージかなって僕は思ってるんですよ。ね、正解です。あ、そうなんですね。確かジームスさんのホームページにその載ってたと思うんですけど、はい、そこでしっかりボールを包み込むっていうのが三方針グラブっていうグラブなんですけど、完全に当て系じゃないっていうのと、うん、多分見てわかるんですけど、人差し指とかちょっと長くないですか。あ、そうっす、ここ、こうなってってるっていう、はい、これ三方針ぐらいの特徴です。なるほどなるほど。多分他のメーカーさんでこういうのは多分ないんじゃないかなとは思います、はいはいはい、確かに。もう一個気になったのあるんですよ。はい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 。いや、これ多分オタクしか気づかんで、なんか入ってるぞっていう。ここにレースが入ってるので、ただちょうど折り込みのところにレースが入ってるんですよ、まあ、なので、まあ、耐久性なのか多分曲げやすさとかっていう。そうですね、つまりまあこう親指を、まあ、ちょっとごめんなさい、こういう風に使うじゃないですか、うん、なのでこう包み込むときに小指でもいけるように、ここの使いやすさっていうのを重視して、はいはいはい、多分ここに紐が。なるほど、気づかなかった。いや、そこに気づくのはもうオタクなんですよ。あ、そうだ、まあ、まあ、間違いでいいか。で、深く使うっていう点ではない、指股がないけれども、ね、逆巻きになってると、はい、いうグローブになります。親指がやっぱ開きやすく、うん、動きやすくなるために逆巻きになってるってことなので、そうですね、でも特徴しかないグローブだなっていう内野仕様になります。型としてはすごいやっぱオーソドックスではあるんですけれども、まあそのやっぱりジームスさんが研究して使いやすさっていう点を全部出して、ジームスさんを凝縮させたようなグローブとなっております。はい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 。これはあれですね、ラベルのところの直視の色がちょっと違うんですね。そうですね、白で、グラブの本体カラーもこっちは青、うん、でこっちも、はい、小指に気づかなかったのが入ってますね。これも三方針ですね、多分。そうですね、まあ、長さ違うし入ってるし、はい、結構大きめかなと思うんですよ、僕外用にしたら。外用仕様のグローブって最初から小指の本設計のがあったりとかするじゃないですか。6本指が入るようなグローブっていうのが、これは普通に指入れは5本のみなんですけど、
まあ、小指部分が広いので小指でも全然はめられるよといったようなグローブとなっております。外野用にしてるよは珍しく逆巻きなんですよ。そうですね、外野用で逆巻きっていうよりかはどちらかというとここ狭めてあの深いポケットでっていうようなイメージが強いんですけれども、でも逆巻きになっていて背面がまあボールに強い打球に負けないようにっていう意味で背面紐通して、はい、入ってて普通にかっこいいな。いやもうこれ正直言うと僕ドンピシャカラーですね。赤青赤青、まあ赤も青もどっちも使ってるんですよ僕ロゴとかね、はいはいはい、とかまあリストバンドとかそういう系で赤青どっちも使ってるんですけど、すごいあのツヤが出てるステアレザーだなっていうふうに思いますね。こっちの内野用もそうなんですけども、ジムさんのおしゃれだなって思うところってここのバックスタイルなんですよ。はい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 、これで Z になってて、切り込み入ってた。こことジームスさんのラベルのこの Z と同じような感じにここにもちゃんと紐が入っててみたいななってるので、すごいですね。いや本当にかっこいい、 よく気づきましたね。いやこれはもう前からちゃんと知ってた。これは逆に知ってたんで。そこは知ってた。はい、お二つとも、27,000円プラス税となっております。まあ、限定モデルだからね、なかなかこれも手に入らないというか、はい、あとラベルの色がこれ両方違うんで内野と外野では。そうですね、なおかつやっぱりこういうのって普段作るんだったらオーダーだと思うんですよ。オーダーだともっとやっぱりプラス1万とか1万5000ぐらいかかってしまうところに、まあ、刺繍、まあ、個人の名前ではないですけれどもメーカーさんの刺繍も入ってて、すごい映えるグローブで27,000円っていうのはかなり安いのかなっていうのは思いますね。このしっとりしてるこのツヤ感が多分ね分かると思います。これめっちゃ綺麗ですもん、うん、革自体がで、これ縫製めっちゃ綺麗ですねやっぱり。はい、本日は、ジムスさんの軟式限定のグローブを紹介してきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。バイバーイ。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たもん。マジ？いつの間に？まあさらっと話してだってよ、だってよみんな。あの僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、竹だ竹。もう右手握力だけだれぐらい痺れちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ。痛いもん痛いですね。下手なだけ。高校の時からやっぱり痛かったんですけど、そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ。あの衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、まあ、竹バットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやるとあの衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛い時は痛いので、こちらを学生さんかな2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなって言ったら練習でどんどん打つ時に使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ついちょっとまあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、両辺の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいですから。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので、応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント、はい。で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうです、ね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメントグッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。ありがとうございます。はい、これはい、Z プロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローはということで、長平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンタナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして長平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
ショヘイ TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉。